皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉隼人です。今回はですね、新しく出ましたテーラーメイドさんの最新モデル、シムとシムマックス、こちらのドライバーを、打ち比べていきたいと思います。シムとマックスの違いなんですけれども、まずシムはですね、スライドできるウェイトが装着されています。対するマックスはですね、そういった、ギミックはなく、シンプルなドライバーに仕上がっています。この2つのドライバー共通する点はですね、このイナーシャジェネレーターという部分でして、空力、それからウェイト、いろんなこう形が総合した形に、複合してこの形になっています。特徴としてはですね、こう正面で後ろを見ていただくと分かるんですが、少しこう遠側に斜めに設定されています。クラブというのはこうダウンスイングで降りるときに、フェース面は開いた状態で、クラブが動きますので、ここがまっすぐよりも上にこう流れている方がより空気がスムーズに流れて、より空気抵抗を減らせるという、それをこう形にしたものになります。前作で好評だったテクノロジーも、引き続き継続されています。ツイスターフェース、それからスピードインジェクションは、シム、シムマックス、両方に継続して搭載されています。それではですね、最初にシムの方から、打ってみたいと思います。お借りしたスペックはですね、純正の、天性シルバーというシャフトですね、TM50 フレックスは S になります。ロフトは 10.5 度です。では打ってみます。ちょっと振り遅れましたが、非常に高い弾道ですね。もう一球打ってみます。はい、2球とも右に逃げていきました。ただですね、自分自身もう少しスライスするかなと思ったの、意外と、こうスライスの幅が少ないなというところを感じますね。こちらはですね、 M5 の光景になるんですけれども、 M5 と同じように振るとですね、フェース面が少しこう戻しづらいというかですね、より叩いていける仕様に仕上がっているのかなという印象です。完成モーメントの高さを非常に感じます。もうちょっと打ってみたいと思います。いや、それでも少し逃げてきますね。少し自分自身フックをイメージしないと捕まらないかもしれません。もともとフェードヒッターではあるんですけれども、本来はもう少し左に打ち出せるかなと思って振るんですが、完成モーメントの高さとですね、やはりその直進性の高さの部分なのか、思ったよりこうフェース面が戻ってこないですね。これはいいフェードが打てました。スライド式ウェイトがついているところもあると思うんですけれども、正直この状態ですとかなり、引っ張れる、しっかりボールを捕まえられる人間でないと、正直ちょっと捕まりは厳しいかなというぐらいの仕様に仕上がっていると思います。それだけですね、直進性が高くなっているので、少しこうやっぱりフェース面遅れるぐらいでも曲がりは少ないです。これはすごく進化を感じますね。私自身おそらくこのウェイトを少しヒール寄りにずらして、もう少しヘッドターンがしやすい仕様にすればもうちょっと使えるかなという感じがいたします。では続いてですね、シムマックスの方打ってみたいと思います。こちらはですね、ロフトは、シムと同じ 10.5 度、シャフトの方は、こちらの純正になります、天性ブルーというシャフトですね。表記自体はですね、 TM50 フレックス S 同じです。振った感じ、どんな違いがあるかというのも含めて打ってみたいと思います。そうですね、顔なんですけれども、正直ほとんど私は差が分かんないですね。非常に同じような綺麗な顔をしてます。で、今回、容量もですね、シムマックス同じ 460cc です。この辺の違いのなさがですね、どっち使ってもこう構えた感じ違和感がないですね。こっちの方が少しヘッドが返しやすいですね。ちょっと引っかかりましたけれども、ちょっと先ほどのシムのですね、捕まりの抑え具合をちょっと意識しすぎたのか、ちょっともう一回打ってみたいと思います。同じ感じで振りましたが、やっぱりこうまっすぐ出そうとするとちょっとずつ逃げてきますね。ただやっぱりこれも曲がりが少ないです。今回のシム、非常にシムもそうです、シムマックスもそうなんですけれども、直進性が高いですね。サイドスピンが非常にかかりづらい、そのメリットを生かしつつ、このちょっと逃げの球でもですね、スピンがそんなに増えていないので、かなりこうスライス系の球でも飛距離は伸びそうな気がします。ただ
少しやっぱりどっちもなんですけれども捕まえられる技術がないとこ うまく狙ったところに打ち出すのは難しいかなという印象ですね。捕まりに関しては明らかにシムマックスの方がこうヘッドのターンができるので捕まえやすいですね。どちらも球が曲がらないので打ち出し方向インパクトでフェース面が管理できる方で選んでもいいかもしれません。もうちょっと打ってみます。どちらにも共通することなんですが、とにかく球が高いですね。打ち出し角が非常に高くなりました。これはいい球打てました。非常にビッグキャリーのこうキャリーのあってスピンが少ないいい球が出ましたね。両方打ち比べた感想ですけれども、私自身はマックスの方が非常に打ちで、捕まるということもあるんですけれども、球も強いですし扱いやすいなという印象を受けました。テーラーメイドさんの最新モデルシムとシムマックス、比較して試打させていただきました。まず共通する点はですね、完成モーメントが上がってるんだと思います。非常に曲がりづらい。それとボールもよく上がります。その中でですねこう捕まりを抑えてありますので、非常にこう叩いていける割とこうアスリートが気持ちよく振っていけるクラブに仕上がっています。これはどちらも共通に言えることですね。シムの方はですね、スライドウェイトがありますので、少し捕まりが抑えた状態ですがこれである程度調整はできますし、シムマックスの方は、シムよりは少し捕まりヘッドのターンはしやすくなってますのでこちらがちょっと厳しいなという感じであれば優しさの方で選ぶのであればマックスの方がいいかなと思います。ただ、今までのように、M6 がどちらかというとこう優しめのこう高弾道 M5 がこうアジャストして、叩いていける仕様という、割とはっきりと分かれた仕様だったんですけれども、今回のシムとシムマックスは共通してどちらも捕まりはそこまで良くないです。その分直進性とですね、ミスの許容性っていうのは上がってますので、ある程度こうしっかりボールを捕まえていける人でないとですねこうスライス系のボールになってしまうかなという危険性はあります。ただそれでも、スピンが少なくしっかり高さが出るのでそれでも飛んでいくというクラブですね。かなり高さがしっかり出る分ですね、風とか気になる方もいらっしゃると思います。そういった場合は、9度でもですね、これだけしっかり10点まで球上がるのであれば、9度でも高さはある程度出せると思いますので、高さが気になる方は、低めのロフト、9度とかですね、9度、それから調整が、カチャカチャでできますので、ロフト立てた状態で試してみるといいと思います。